僕の連載中の月刊ウィル最新号が発売になりました。もうここにありますけども、6月令和特大号ということでね、本当に平成終わるんですね。さて、入管法が改正され、今後外国人というのはどんどん増えていく見込みなんですよね。この前日経が記事にしていましたが、総務省のデータとして出てきた昨年10月1日時点の人口推計で、外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が過去最多の16万5000人となったということです。年々増えていますし、今後さらに増えていくことでしょう。人手不足を補うという意味もありつつ、まあ当然ですけど、外国人が増えていくと様々問題も出てきますよね。そんな折、水曜日の国会で面白い質疑がありました。この前も登場しましたけど、維新の丸山穂高議員ですね。一体何をやったのかっていうと、外国人の生活保護や技能実習生の失踪、外国人による医療費の未払い、こういったところにね切り込んだんです。日本の懐事情を考えると、もうジャブジャブ社会保障にお金出すってできないじゃないですか。まず丸山議員は3年前の数値として、44,965 世帯が外国人生活保護の受給世帯だったということを言って、最新のデータを求めています。この答えとして出てきたのが、平成31年1月時点のものとして、世帯主が日本国籍を有していない生活保護受給世帯は 46,475 世帯で、その世帯に属する人員は 68,551 人となっていて、増えてんじゃんっていう話です。そしてなぜか、これ意味が分かんないんですけど、推移はこの3年前じゃなくて5年前の数値と比べさせてもらいたいっていうんですよね。平成26年との比較で見ると、世帯数は 0.7% 減、人員は 8.8% 減で、マイナス6,649 人だと言います。これ減ったと見せるトリックでしょうね。だってさ、5年前から比べると減ってるけど、3年前から比べると増えてるってことは、結局増えてんじゃん。都合のいいデータの出し方してきますね。国籍別では平成28年のデータということで、韓国、北朝鮮が最も多く 29,704 世帯、フィリピン 5,303 世帯、中国 5,117 世帯、ブラジル 1,371 世帯となっていて、直近5年で見ると韓国、朝鮮の世帯が 3.2% 増、プラス908世帯、フィリピンも 8.2% 増、プラス401世帯、中国が 15.2% 増、プラス674世帯で、ブラジルは減ってると。こうやってデータ明かされると、韓国朝鮮の世帯って比率おかしくないですか？今や韓国の人より在日中国人の方が数多いんですよ。それでいて生活保護は韓国朝鮮の方が圧倒的に多いって、これどういうことなんでしょうね。まあフィリピンも大概ですけど、そもそも国民のための生活保護じゃないですか。それを通達で外国人にも支給できるようにっていうのは根本的におかしい。さらに丸山議員は、確認として特定技能とか技能実習の在留資格の人への生活保護はどうなのかと質問しました。するとその回答としては、日本国内での永住者、定住者が対象で、人道上の措置として行われているもので、技能実習や特定技能は生活保護法に準じた保護の対象にはならないとしています。さらにさらに丸山議員は、失踪した技能実習生についても問いただしていますね。これどうなったのか。平成30年に行方不明になった技能実習生は9052人、平成29年から2000人近く増えていると言います。政府は対応するとか対策するとか言ってさ、結局このざまですよ。答えてる役人は、全体の数が増えてるとか、対策の効果の兆候がみたいなことを抜かしてるんですけど、全然ダメじゃん。ある意味一番意味不明だったのは、外国人の医療費未回収についてですね。在留資格がある人もそうなんですが、まあ旅行者とかね、それを問わずに外国人が日本の医療機関で医療を受けて、お金払わずにとんずらする事例があると。しかもそれ結構あるということも報道されていますね。これについて問い立たすと、厚労省は未就勤の背景には言語や文化の違いもあると考えていて、受け入れ環境、例えば通訳などを手厚くするみたいな、ちょっとよくわかんない方向の回答をしていました。丸山議員は再入国を厳しくするとか、まあいろんな案がありますけど、そういうこと言ったわけですよ。まあするとですね、厚労省の答えは、全体として考えますくらいのもので、仕事しろよバカ野郎としか言えませんね。
今後日本で確実に外国人って増えていくわけですけども、やはりちょっと対応対策が不十分なのかなと言わざるを得ない状況です。これはやっぱり安倍が悪いですね。こういう点はしっかり追及していかなければいけません。ただ野党がちょっと、まあ今回の質疑みたいに丸山さんみたいなことを言ってくれる人ならいいんですけど、ちょっとね。ということでチャンネル登録をぜひお願いします。